これは妖怪ウォッチが葬り去られた30年後の物語。人間と妖怪の滅亡の危機だ。数千年に一度地球を襲う最悪の妖怪鬼魔老。奴らは人間の悪意に感染してその数を増やしていく。何なんだよお前たちは。人類滅亡の危機を救えるのは新たな妖怪ウォッチに選ばれし者なのでみせる。そして復活する鬼王ラセン。さあ世界創造の始まりだ。二人とも覚悟して。もう後戻りはできない。ああ召喚、私の友達出てこい。ジバニャン、俺様に任せろ。我に歯向かったところでどうすることもできぬわ。我々も行くぞ。カイラ、ヌラリ、この冬新たな物語が動き出す。脅威剣舞魔人駆動我に力を。映画妖怪ウォッチシャドウサイド鬼王の復活。あなた様は。映画館で映画を見ると先着で不動明王お守りカードが入った豪華お年玉3点セットがもらえる。